スポーツの世界は様々なハプニングが日常茶飯事です。YouTube などでも数多くの珍プレー集が見られます。そこで今回は日本サッカー界に起きた目を疑う珍エピソード5選を紹介します。J リーグ発足まで遡って特にインパクトが強いエピソードを取り上げていますので、珍プレーが好きな方はぜひ最後までご覧ください。J リーグが開幕した1993年、当時は10チームしか所属しておらず、その中で最強だったのが初代優勝チームの鹿島アントラーズです。一方、今でこそ J1 の強豪で優勝経験もありますが、当時は最弱だったのが浦和レッズです。事件が起きたのは、そんな最強鹿島アントラーズと最弱浦和レッズが初めて対戦した6月9日。試合開始直後、前半2分には浦和レッズのエース福田正博が値千金のゴールを決めます。ベンチやサポーターは大熱狂し、選手たちは自陣ベンチ近くで喜び合います。しかしここで事件は起こります。なんとレッズの選手が喜んでいる隙にゲームが再開。アントラーズの選手はプレー再開と同時にベンチ前に固まっているレッズの選手たちを置き去りにしてゴールに向かって全力でドリブル。気づいたレッズの選手が急いで守備に戻りますが、すでにペナルティーエリアまで侵入されており、そのまま失点してしまいます。一見ずるいと感じてしまうこのプレーですが、相手が全員自陣に戻っていればプレーを再開するのはルール上全く問題はありません。だからこそ点を決めた選手はすぐに自陣には戻らず、敵陣のゴール裏やコーナーフラッグ付近でゴールパフォーマンスをしたり、ピッチ上で歓喜の輪ができていても一部の選手がセンターサークルに残ることでプレーを再開できなくしているのです。しかし当時のレッズにとっては強豪アントラーズから先制点を奪い、しかもそれがエース福田の J リーグ開幕初ゴールだったので、ベンチやサポーターと喜びを共有したい気持ちが大きかったのでしょう。ちなみにこの試合は結局3対1でアントラーズが勝利しており、不意打ちの1点が試合展開に大きく影響したことは言うまでもありません。漫画みたいな不意打ちでしたが、これが試合結果を左右することもあるのがサッカーの面白いところです。1993年当時はリーグ戦の優勝カップとして高級クリスタル製のチェアマンカップが贈られていました。1994年はサンフレッチェ広島が優勝し、初代チェアマンの川口三郎からチェアマンカップを贈呈されますが、そこで事件は起こります。高々とチェアマンカップを掲げるキャプテンの風間八宏の姿にチームメイトもサポーターも大熱狂。その後、共に戦ったサポーターにもよく見えるようにとチームのトレーナーがスタンドの近くの踏み台に上がろうとしたところ、なんと転倒してしまい、チェアマンカップは粉々に。当時の映像を見ると分かりますが、本当に修復不可能なくらい粉々になってしまっています。この時のかけらは選手やサポーターが拾い集めてペンダントにしたそうです。この事件の数年後から優勝カップは金属製のものに変更になりますが、この事件が理由だという説もあります。またこの事件以降、サンフレッチェ広島はなかなか成績が振るわず、次に優勝するのは18年後の2012年でしたが、この成績不振をチェアマンカップの呪いと呼ぶサポーターもいます。また2012年の優勝の際にはチェアマンカップ粉々事件を煽ってシャーレを落とさないようにという内容の横断幕がサポーターに掲げられたそうです。大の親日家で梅干し、納豆などの日本食が大好きで、1週間のキャンプで30匹の鮎を食べたというエピソードもあるドラガン・ストイコビッチ。ピクシーの愛称を持つセルビア出身のミッドフィルターフォワードで、1994年から2001年まで名古屋グランパスで活躍し、引退後はグランパスの監督を務めた経験もあります。ストイコビッチは変幻自在なドリブルと高いパス能力でアシストを量産するプレースタイルで、グランパス時代にはリーグ戦178試合に出場し、アシストは95を超えています。そんな華麗なプレースタイルとは裏腹に、熱血感で警告退場が多いのも特徴です。彼の J リーグでの退場回数はなんと13回で、これは J1 史上トップの退場数です。そんな13回のうち1回は J リーグの歴史を見ても相当な珍事件でした。1997年に行われた横浜マリノス戦では、相手選手へのラフプレーでイエローカードを提示されます。しかしその判定に不服だったストイコビッチは、なんと審判からイエローカードを取り上げ、逆に審判にイエローカードを提示します。当時の映像を見ると審判も何が起きたのか分からず、一瞬キョトンとしている表情が確認できます。この行為は審判を侮辱する行為だとして一発退場となり、4試合の出場停止処分が課せられました。ちなみに引退して監督に就任した際にも面白退場エピソードがあります。2009年の横浜 F マリノス戦、怪我人が出たためゴールキーパーが外にボールを蹴り出すと、ベンチ際に立っていたストイコビッチ監督はノーバウンドの難しいボールをまさかのダイレクトボレー。ボールは美しい軌道を描いてゴールに吸い込まれ、
ストイコビッチ監督もガッツポーズ。会場も大盛り上がりを見せましたが、主審の判断で退席処分となりました。お騒がせ男のストイコビッチですが、彼の独創的なプレーと人間性、監督としての手腕もあってか、現在も多くのファンに愛されています。サッカーにおいてゴールキーパーは自陣のゴールを守る最後の砦であり、得点を決めることは滅多にありません。ごく稀にキックが非常にうまいゴールキーパーがフリーキックや PK を担当したり、試合の残り時間が少ない状況でセットプレーの際に前線に上がることもありますが、それ以外の形でゴールキーパーが得点を決めるなど基本的にはありえません。そんなまさかが起こったのは1999年の山崎ナビスコカップ1回戦の京都サンガ対モンテディオ山形の一戦です。京都サンガのゴールキーパー松永重達は試合の流れの中でボールをキャッチし、パントキックで前線にボールを送ります。追い風の影響もあったのか、空中で大きく伸びたボールはペナルティエリア手前で高くバウンドし、ボールの勢いを見誤って前に出ていた相手ゴールキーパー鈴木和美の頭上を越え、急いで戻るも間に合わず、そのままゴールに吸い込まれました。距離はなんと推定85メートル。ゴールキーパーのゴールとしては J リーグ2人目で、1人目の得点者である浦和レッズの滝田裕樹は PK での得点だったため、試合の流れの中での得点は松永のパントキックが初めてです。当時松永は、ああ入っちゃったんだなくらいにしか思わなかった、狙って蹴ったわけではなくそんなに嬉しくなかったとコメントしていましたが、後にもし自分が鈴木選手の立場だったら立ち直れない、キーパー生命の終わりだと発言したそうです。ちなみにこのゴール以降にも横浜 FC 菅野貴則や東京ヴェルディの高木義成などが自陣からのフリーキックで85メートル超えの超ロングシュートを記録しています。南雄太は静岡学園高校在学時には全国高校サッカー選手権優勝に貢献し、高校時代から U20 日本代表に選出。卒業後には柏レイソルに加入してすぐにレギュラーに定着した実力のあるゴールキーパーです。1999年には U20 代表の一員としてナイジェリアで行われたワールドユースに2大会連続で出場しますが、以降はキックの精度や集中力に欠ける部分を指摘されることも多くなり、シドニー五輪一次予選を最後に曽我畑仁に正ゴールキーパーの座を奪われ、日本代表からは遠ざかってしまいます。しかし、柏レイソルではフェアプレー個人賞を受賞するなど、主力として活躍を続けていました。そんな南ですが、全世界のプロリーグを見ても最悪レベルのオウンゴールをした過去があります。2004年のサンフレッチェ広島戦、ボールをキャッチした南はすぐにプレーを再開せず、味方の上がりを待ちながらパスの出しどころを探します。そして投げようとしてボールが手からリリースできなかったのか、なぜか自身の後ろにスローイング、ボールは無情にもゴールに吸い込まれてしまいました。このオウンゴールが貴重なダメ押しの3失点目となり、レイソルは敗れてしまいます。伝説的なこのオウンゴールの動画には、失敗して落ち込んでいる人に見てもらいたい動画第1位、優等生が課題を忘れてなぜか先生がフォローする珍しい構図、まさかのハンドボーラーで草などのコメントが見られ、20年近く経った今でも大人気のオウンゴールです。ちなみに南は42歳となった現在でも大宮アルディージャで主力として活躍しており、その実力の高さが伺えます。なぜあんなオウンゴールをしてしまったのでしょうか、未だに謎のままです。今回は日本サッカー界の珍エピソードを紹介しました。サッカーを通して起こるハプニングは選手たちからしたら笑えないことかもしれませんが、ファンを楽しませてくれる要素の一つです。他にも面白珍エピソードがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。